貴様の相棒にアーセナルの情報を教え、ここに呼んだのは俺なんだよ。何？俺を解放できるのは貴様だけだからな。俺はこれから愛国者たちを葬りに行く。わかるのか、奴らの居場所が。俺がオセロットの腕に寄生したのはそれが理由だ。その前に貴様ら兄弟を片付ける。蛇は一匹でいい。ビッグボスは一人で十分だ。さあ、お別れだ。フェデラルホールか。何がおかしい？今日は何日だ？4月30日。そう、200年前の今日、ジョージ・ワシントンが合衆国初代大統領に就任した。まさにここでな。本来ならここで新たな国家の独立を宣言するはずだった。愛国者たちを葬り、奴らの庇護を断ち切って、この国を解放し、自由の鐘を鳴らすはずだったのだ。そうまでして権力が欲しいか？ジャック、私が欲しいのは権力ではない。私が奴らから取り返したかったのは自由、権利、機会。そう、この国が誕生した当時の基本概念。しかし今それら全てがデジタル上で剥奪されようとしている。ジャック、よく聞け。人の寿命には限界がある。誰にでも寿命はある。いつかは死ぬ。寿命とは何だ？最適の遺伝子を後世に伝えるための猶予期間だ。
親から子へと生命の情報が流れていく。それが命だ。しかし我々はこの世に何も残してはいない。親父の体細胞から作られた我々兄弟、恐るべき子供たちはあらかじめ子をなす能力を取り上げられて生み出された。命のバトンを渡せない我々は何を残せばいいのか。我々が生きたという事実、それこそが生きた証。命のバトンを渡す際、親は子に伝える DNA 情報にはない様々な情報。私は人の記憶に、この国の歴史に記憶されたいだけだ。愛国者たちはデジタル情報を統制することで己の支配と権益を守ろうとしている。私は私の記憶、私の存在を残したい。歴史のイントロにはなりたくない。いつまでも記憶の中のエクソンでありたい。それが私の子をなすということだ。愛国者たちはそれさえも我々から奪おうとしている。私は愛国者たちを倒して自由になる。まさしくサンズ・オブ・リバティになるのだ。ライデン、聞こえるか。我々だ。なぜだ。 AI は崩壊したはず。 GW はな。お前たちは一体。そもそも我々は正確には人ではない。この200年の間に様々な念がホワイトハウスという重力場で産み落とされた。40億年前、地球の海中で突然生命が生まれたように、ホワイトハウスの中で芽生え進化してきた。我々に実体はない。我々は君たちが頼る秩序や規範そのものなのだ。誰も我々を抹殺することはできない。この国が消滅しない限り我々は存在し続ける。ふざけるだ。お前たちが不滅なら、なぜ支配を続けるために個人の自由を奪い、デジタル情報を検出する。ジャックって本当バカね。いいか、我々の計画は我々のためにあるのではない、君たちのためにあるのだよ。何？ジャック、耳をかっぽじってよく聞きなさい。今世紀初頭にヒトゲノム情報の読み取りが完了した。その結果、地球生命の48億年にわたる我々人類の進化過程が明らかになった。遺伝子操作をはじめとして生命のデジタル化に成功したのよ。しかし一方で遺伝子上に載っていないものがある。遺伝情報に載っていないもの？そう、人の記憶や思想、文化や歴史だ。遺伝子には人類の歴史は刻まれてない。果たしてそれは伝えるべきなのか、これまで同様自然界で淘汰されるべきなのか。私たちの先祖はそれらを語り伝えてきた。言葉や絵、文字を使って石板や書物に記録しながら。しかし全ての情報が後世に伝えられてきたわけではない。選択され、加工されて継承されてきたのだ。まるで遺伝子のように。それが人の歴史よ、ジャック。しかし現代のデジタル社会では、日々のあらゆる情報が蓄積され、些細な情報がそのままの形で保存されている。永久に劣化することはない。誰が言ったかもわからないゴミのような噂、間違った解釈、他人の抽象。あらゆる情報がろ過されず保存されて後世に伝えられる。それは進化を止める。ライデン、君は我々が行おうとしていることを単なる検閲だと思っていないか。違うとでも言うの？ええ、もちろん。私たちがしようとしているのはコンテンツの制御ではなく、コンテクストの生成。コンテクストの生成？世界のデジタル化は人の弱さを助長し、それぞれだけに都合のいい真実の生成を加速している。社会に満ちる真実の山を見てみるがいい。高価な兵器が人道的に人を殺し、犯罪者の人権は被害者のプライバシーより丁重に扱われ、希少動物保護の寄付金が集まる傍らで貧困に苦しむ人たちがいる。誰もがこう言われて育つわ。他人には優しくしよう。でも競争相手は叩きのめせ。お前は特別だ。信じていれば夢は叶う。だけど成功できる人間が一部だけなのは初めから明らかよね。君たちが自由を行使したこれが結果だ。争いを避け、傷つかないようにお互いをかばい合うための詭弁。
政治的正しさや価値相対化という綺麗事の名のもとにそれぞれの真実がただ蓄積されていく。衝突を恐れてそれぞれのコミュニティに引きこもり、ぬるま湯の中で適当に甘やかし合いながら好みの真実を垂れ流す。